こんにちは。Amazon サポーター、堀秀夫です。今日はセラーアカウント解説の際、Google 翻訳アプリ、Amazon 日本語翻訳機能は使わないという話です。えー、きちんと登録をして、まあ、Amazon の指定した書類を出したはずなのに、なぜかアカウントが作成されてない、あるいはアカウントは作成できたけど、ドキュメントが違う、証明書が違うというようなね、 連絡が来ることありますこれ以前アメリカ Amazon のサポートをしてた時からちらほらあるんですけど大体共通してるのがね Google の翻訳アプリを使ったりあるいは Amazon の日本語に翻訳する機能を使ってるという場合にねこのバグにはまることがあります、まあ、バグと決めつけるのも何なんですけど、まあ、翻訳アプリ使わずにね英語の画面でサポートしてる会員さんには あまり起こらないトラブルが、この日本語に切り替えて使っている会員さんにはよく起こるということでね、え、できるだけ英語の画面で、え、操作してください。で、特に、ね、かなり苦手意識があっても、まあ、私はきちんとナビしますんで、登録の時は、え、日本語に切り替える機能は使わない方がいいです。何しろ、日本語ってのはね、もう、日本に住んでるとあまり実感ないでしょうけど、利用者がほんと少ない言語なんでね、 え、翻訳精度は非常に悪いと。まあ、プラス、えー、システム作って翻訳した後に、それがちゃんと動くかどうかの検証はされてないことが多いです。そのためにバグにはまりやすいと。で、またね、えー、登録の時じゃなくて普段のサポートでも、日本語に切り替わった画面を見ると、何言ってんだかわかんない翻訳になることがよくあります。英語の画面のままね、えー、質問してもらうと、 まあ私も翻訳ソフトを使ったりしますけど、元の英語の文と翻訳ソフトで出てきた文を見比べると、まあ正確に何言ってんだかわかるんですけど、あの、普通に日本語で表示されてるとね、意味が逆になっちゃってたり、何言ってんだか推理しなきゃいけなかったりするんでね、極力英語の画面になれると。で、どうしてもね、もう英語見るともうなんか頭痛くなるという場合は、しょうがないですけど、ただその場合も、セラーアカウント登録の際は、 日本語に切り替えるアプリ、あるいはね、Amazon の日本語表示は使わずに登録してください。これね、登録でこれ手こずると余計ね、英語の画面見なきゃいけない事態になりますんで、英語見たくないと思ってね、翻訳使ったら余計英語を見なきゃいけなくなったというようなね、元も子もないことになりかねないんで、登録の際は英語のまま登録すると。 何が書いてあるのかさっぱりわからなければ、私にそのまま画面キャプチャーを取って質問してください。まあ以前からね、この日本語翻訳機の日本語翻訳アプリ、調子悪いというのはよくあるんですけど、また最近ね、ちらほら例が出てきたんで、注意喚起ということで、この動画を作りました。登録の際は、英語のまま登録してください。ご質問、ご報告、お待ちしてます。a m a z o n サポーター、堀秀夫でした。